林ヒロシの敵。はっはっ。ケロちゃん、私はケロちゃんだよ。ふいふい。なに？ふい。後ろのおばさん。ふい。おばさんが出せって。ふい。どうして？ふい。いや。ふい。みんなにね、こんにちはって言うんだよ。いや、また嫌って言うの。あんたいつも嫌々言ってるじゃん。嫌々って言ってダメよ。嫌々になっちゃうよ。ふい。ふい。うん、そう。ふい。今日暑い？うん。だからカエルさん暑い時好きなんでしょ？うん。本当？僕は暑いのも好きじゃないんだよね。あんた夏と冬どっちが好き？夏のいい？うん。どうして？冬はね、どうして？冬は土の中で寝てるの。うん。おお。カエルさんってね、冬はね、土の中で寝てるんだって知ってる？本当だよ。あんたも寝てるの？うん。どこ行ってんの？先生のベッド？僕のベッド？あんたね、いつも先生のベッドでおしっこ漏らすでしょ？ダメだよ。うんちも漏らす？ダメだよ。うんち漏らすの？何？みんな漏らすかって？それは分かんないよ。ね、いろいろと神経使うとおしっこだって漏れるしな。お前いつもこの人ね、リリコちゃんね、まだね、幼稚園だもんでね。おしっこ吹けない。ごめんごめん。あなたの秘密ばらしちゃった。うん？まだおしっこ吹けないの？うん。本当。今度吹こうね。今日は？今日も吹いてない。うん。だもんだから。ね、いつもね、お尻臭い。うん、お待ちけな。じゃみんなに挨拶してみろ。こんにちはって言うと、こんにちはって言ってくれるぞ。うん、言える？じゃ言ってみろ。はい、はい、はい、はい。誰も返事してくれない？うん。おい、返事してやれよ。はい、こんにちは。こんにちは。元気ない？うん。ほんと元気ないね。もっと大きな声で言ってあげな。はい、はい。びっくりしたね、怖いね。みんな噛みつくかって。大場さん噛みつく？聞いてみるか。あなた噛みつく？噛みつかない。あの人いい人だもん。梅林くん、あの人噛みつく？聞いてみるか。あなた噛みつく？ほら、人間の子供そんなことしないもん。乱暴するかって。みんな乱暴してる？幼稚園でしてない。してない。してない。あなた幼稚園乱暴してるの？乱暴マンいる？誰よ？土壌さん？あいつ乱暴だな、あいつな。言葉も悪いでしょう。ね。ほらさ、とか言ってさ、ちょっと変な言葉使うね。あの人乱暴だね。土壌さん好き？嫌いか。ね、あの人ね、それにね、いじめっ子だしね。弱いもんいじめするんだよ。ずるいね。あんたそんなことしてる？してないな。いい子だ。よし。じゃあ今日の勉強するけど、今日はね、季節の勉強だぞ。あなたは何月生まれ？いない。知らないの？知らない。1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、何月生まれ？いない。知らないの？知らない。みんな知ってる？自分の生まれた時。あなた何月？11月。11月。あなたは？知らない？あなたは？知らない。ほら、あなた知らないの？あなた何月？3月。3月生まれか。おばさん何月？知らない。知らない。リリコさん何月？知ってる？ん？あなた何月？いない。みんな知らないの。あ、そう。レナ知ってる。え？5月生まれかもしれない。6月？5月生まれ。5月生まれかもしれない。知れかもしれないのか。でもそれ覚えておかないと、あんた誕生日しっかり覚えておかないと誕生日プレゼント請求できないよ。なあ、僕なんかいつも請求してるよ。誕生日だからプレゼント欲しいって言わないか。あんた知ってるもんな。何月だ？11月。おーして、みんな手叩いてあげてよ。あんた知ってるじゃん。あんた忘れちゃったの？知ってるよ。何月よ？忘れた。まあ、あの黄色い手帳見れば分かるんだけどな。また出てこいよ。今日勉強こんなにたくさんあるから。分かった？な。よし。まあ今日は。はい、じゃあ今日の勉強入るよ。最初は、こんなのだぞ。1月。1月。1月。おが、つって音ちょっと注意してみて。つ言ってごらん。つ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 じゃないのよ。つだって。まだ早いじゃん。ツー言ってみろ。ツー。もっとツバたくさん飛ばして。ツー。ツー。もっと吐き出せ。ツー。ツー。先生の好きなことは小さい声でやればいいの。ツー。ツー。なら、おばさん先生のこと好きなの？ん？じゃあもっと強くやってくれ。先生嫌いでしょ？だったら、ツーってやるの。わかった？ツー。ツー。もっとツー。チュー？
チューしてあげる先生。ツー言ってみろ。ツー。もっと強く。ツー。ツー。もっと強く。ツー。ツー。チューじゃないって言えばツー。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 よし、1月。1月。あれ、5月に来ちゃったよ。なんだろう。あ、2月。2月はどこ行った？2月あった。2月。2月になるとね、男の人もね、女の人もね、バレンタインチョコレートもらうんだよ。知ってる？もらう皆さん。で、3月になるとね、女の子のお祭りなの。知ってる？明かりをつけましょう、ぼんぼりにって。知ってる？で、4月になるとね、皆さんね、1年生になります。学校は楽しいんだよ。1年生の歌を教えてあげるから手出してごらん。こうして出る。ほんといい？同時に書いてある。いい？ピッカ、そうそうそう、あんたはよくしてね。行くぞ、いいか。ピッカピッカの3、はい。ピッカピッカので、こう1を作って、1年生ってやって、2回って笑うの。知ってるよ。やってごらん。いいか、清らかな美しい心を思い出せ。じゃあ行くぞ、3、はい。ピッカピッカの1年生、2回。その笑顔が大事なんですよ、あなた。4月で、5月になると屋根より高い鯉のぼりって知ってる？そして6月になると雨が降り始めてね、7月の今もそうだね、雨降ってる。だけどね、夏休みが近づいてきて夏休みになります。8月になると美味しいのは何ですか？スイカ。スイカが美味しい。9月になると秋になってトンボが飛んで、10月になるとどんぐりや栗が美味しくなります。11月になると七五三もあるけどね、今も美味しいね。そしてどんぐり食べないけどね、12月は誰が来る？サンタ。え？サンタクロースでしょう。サンタクロースのお兄ちゃんって。サンタクロース。じゃあ行こう。こっちは日本式。1月。これが悪い。1月。1月。1月。ギャギャがなしだって言ったらお前。2月。よし先生、鬼になってやる。いいか、みんな鬼が来たらなんていうか知ってる？そんな声じゃダメ。そんな声じゃね、食べられちゃう鬼。いい？もっと元気よく、おりゃー外やってごらん。パワーアップした？今日見せてやるから、リリコちゃんに。先生のパワーアップ装置、あれ？先生のパワーアップ装置ないぞ。どこ行ったか知らねえか？お洋服？違う、パワーアップ。あれがないとね。お洋服がない。元気がない。ん？まあいいよ、今日。シュッシュはないじゃん。じゃあ行くよ。おにわー外。おにわー外。もっと強く。おにわー外。おにわー外。じゃあ食べちゃうからね、こういうの小さい人は。鬼に変身する。いいな。おい。おい。うー。